えと貯金が頑張って貯めた100万円ぐらいしかないものです。今何に投資するのが一番良いですかアメリカドルかな僕だったらまだあの日本円,円は安いと思うんで日本円建てで SP とか買えばいいんじゃないかなと思うんです。で円が強くなったらそれを売ってまた米ドル建ての SP とか買えばいいんじゃないかな ?SP というのはアメリカの、えー、インデックスファンド ETF でも多分日本では ほとんどの大手証券会社でも買えるものなんですけど、S、S&P のインデックスファンド、複数のアップルとかグーグルとかそういう超大きな会社の株を少しずつ持つものです。その100万円はそこに突っ込んでおいて、50年後に引き出せば、ほぼ間違いなく増えてるはずです。でも、明日、明後日使う余剰金、明日、明後日使うお金だったら、 入れないでください。10年、20年 <laughs> ほっとけるやつにしてくださいね。<laughs> 積立ニーサの講座を作るといいんじゃないかなと。あ,あ、素晴らしいです。積立ニーサはぜひ作りましょう。<laughs> <laughs>